こんなに心が重いとは思わなかった。きっとそれは雑居病棟のベージュの壁の隅にいたあのおばあさんが気がかりなせい。たった今飲んだ薬の数さえすぐに忘れてしまう彼女は、しかし夜中に僕の毛布を直すことだけは必ず忘れないでくれた。年とともに誰もが子供に帰ってゆくと人は言うけれど、それは多分嘘だ。思い通りに飛べない、心の動かぬ手足抱きしめて燃え残る夢たち。さまざまな人生を抱いたからの夢は静でのまないといえば、自分の病気の重さと人生の重さ。それからとるに足らない噂話をあの人はいつも黙って笑顔で聞くばかり。月もの長い間に彼女を訪れる人が誰もなかった。それは事実けれど、人を哀れみや同情って語ればそれは嘘になる。紛れもなく「きっと彼女は出て行く」「幸せ不幸せ、それは別にしても真実はひそやかに過ぎてゆく」僕にもできるほんのささやかな真実がある。それはわずか一人だが、彼女への見舞い客に大衆からなれる。